プーさんユイが、うん、うん、プイが、うん、ズッコンバッコいらっしゃい、プラもいらっしゃいね。かわいいでしょ、なかなか。まあこんな感じになってて、はい。どう？かわいくない？うん。結構似合ってね。結構。なんか頭乗っかってる感じが。プーさんが乗っかってんだけど。どうよ？うん。どうポンいらっしゃい。深尾、魔人、ローマいらっしゃいね。あ、コンジローマか。安にいらっしゃい。キャラ作りじゃなくて、なんかまあ、使う機会ってなかなかないじゃん。こういうの。ディズニー行って使う機会ないじゃん。うん、アホみたい。嘘！マジで？うん。ほら、なかなか使う機会がない。まあ、髪の毛がないしね、なんか抑えることもないし。まあ、ないんで、まあ、いいかなと思って。やめとけ。エイジいらっしゃい。ケツキのチリ紙いらっしゃいね。リョウいらっしゃい。まあ、なんで、なかなかいいかなと。まあ、そんな感じで。はい。まあ、まあ、今、ツイキャス座談会っていうのをやってるんですけど、面白いね。面白い。もう、あれから2時間経ったけど、面白いわ。なんか、俺もやってきたくなったなと思って。メイン、マンポネンドいらっしゃい。アサシンギルドいらっしゃい、ね。やっていきたいなと思った、ああいう座談会。ネムネムいらっしゃい。そういう風に思ってて。はい。ということでね。あ、花火荒れてます。特命花火さん、ありがとうございます。ありがとうございます。面白いよね。和やかなんだけど、毒吐いたりとかもあるけど、その、笑いが取れてる。見てた？俺も見てたんだよ。多分あと2時間ぐらいで終わるのか。4時間なんで。半分見てあれだけ面白いってことは多分いい。そうだね。まあ、香川が若干大き者になってるから、ちょっと抑え気味なのかなとは思ったけど。もっと香川は喋れる人なんでね。ミスター、面白い面白い。すごくいいと思った。いや、今回のはすごく面白いと思う、俺。今までの座談会とは違うね。両連は司会うまいし、そこに石川がうまい具合に入ってきてるから、香川はちょっと、俺が思った以上にちょっとおとなしいという感じ。ちょっと、やっぱふわっちやってきてるから空気が違って、やっぱキャス、こうやって久しぶりにやるからっていうのもあるのかな。香川すごいトークできる人なんでね、そこは評価されてるところだと思うんで。あ、サトシ今日八王子いたんだ。座談会豪華のメンバー。そうだね。まあ、香川いい位置なんじゃない？あの位置っていうのは。あの位置は石川の近くにいるっていう、いいサポート役としたいもん置いたんだけど、行かせてない感じはしたけどね。キャスは浮いてる。確かにね。でも、香川はトークはできるよ、本当に。浮いてる。トーク力はもともとあんだよ、あの人は。あと、なんか、ちょっと焦りすぎてるっていうか、トークが早口すぎて、聞き取れない部分っていうのがあるので。で、褒めるねんじゃなくて、香川はトーク力あるぞ。基本。パルパルも浮いてるな。確かに。ふわっちでね、ちょっと大人しいというか、有利らしい。もっとズケズケあの場に行けばいいんだけど、なんか、他の大手配信者たちがいるところに、自分が入ってるので、ちょっと小さくなりすぎ。有利らしい。とは思いました。まあ、そこが僕の。ただ面白いです、全体的に。まあ、なんか悪くないよ、俺。俺でしょ？悪くない、悪くない。まあ、野田は面白いね。いいツッコミをするよね。井上もいらっしゃい。ゆきもいらっしゃいね。かわいい。まあ、遠慮してるのかな。でもやっぱり喋るときってのはトークは生きてるよな。野田はね、まあ、ポンスケが最初おとなしかったけど、やっと後半に入ってきてエンジンがかかった感じ。ニャンクロ罰ゲーム希望いらっしゃい。ホームラン券ムーンいらっしゃい。俺もああいうのやってみたいなと思った。ムーン、ハットいらっしゃい。やってみたいとは思ったけど。野田相変わらずでトークがうまい。野田ね、基本的に、話をまとめるのがうまい。やっぱ、その、元の頭がいいからな、野田って。それは思ったけど。チップいらっしゃい。あ、香川と野田通り、仲悪くないんじゃない別に。頭プーさんつけてる。まあ、なかなかつける機会ないので。まあ、俺悪口言ってる。まあ、どうでもいいよ。で、なんか、金杯は未だに言ってんの？なんか俺のこと。まだガタガタ言ってんの？よくも飽きずに。
自分が批判してた香川の放送と同じ内容をやってたら意味ないと思うね。やってんならまだ、まあそんなことやってるようじゃねえ。いつまでも自分が非難してきて香川がそれで内装を集めてきて今でやってんだ。よしいらっしゃい。自分で香川と同じようなことやったら意味ないじゃんね。金八さんのねその質を下げるだけですよ。まあ言わせとけって感じじゃない。プンさん似合ってる、メグメロありがとうね、いいでしょ。なかなか可愛いと思うんだよね。ほらなかなか似合ってると思う、まあそんな感じで、どうばいらっしゃい、そうか。まああれだな、まあみんな楽しんでもらえればいいんじゃないでしょうか。コメディアにちょっとオンにしてみるか。これでいいか。よいしょ。これで OK か。出てきたかな。よいしょ。これで出てくるかな、コメントが。OK かな。いろいろな司会めちゃくちゃうまくてびっくり。まあ、仕事としてやってるからね。プーさん？いや、座ってるでしょ。プーさん似合うでしょ、何気に。俺。金杯つまんねえ男。まあ、俺ブロック入れたよ。金杯の頃は、ちょっと2、3分ロームって、ブロック入れた。うちのリスナーさんもいたんでね。ブロック入れました。そうそう、めんどくさいじゃん。ニコ玉時代思い出すよ、これ。いいでしょ、ダルクマン。コメントジェネレーターね。コメントジェネレーター。まあ、痩せとけばいいでしょ。まあね、ゆいがれさんは嫌な思いすると思うんですけど、ね、金杯の放送、まあ見ないで、スルーしてください。俺は俺でね、正当派の放送をしていきたいんで、アムロレイルしたい。乗っけてると近寄りたくはない。なんで？いいでしょうよ、罰ゲーム今日。そうそう、スルーする。楽しむために放送しましょう。なんかファッチって荒れたりとかさ、喧嘩ね、そういう流れってあるけど、やっぱり正当に放送していく方がいいと思うし、楽しむ方がいいと思うんで。金杯ブロックした。もう嫌な放送は見ない。それが一番よ。俺もブロック入れたしな。うちのリスナーの、ドシーとかやつとかも入れたし。まあそういうやつもいらん。あまないらっしゃい。どう思ってる？いや、まあ、お世話になったところだからね。お世話っていうか、まあ、関わりがあったところだよね。昔ね。今から12年前ぐらい関わりがあったので、NG ワードさん。どうも思ってないですよ。楽しい配信を見るのが一番だよ。やっぱ気分悪くなる放送は閉じるべきよ。カーガンもキャスでおとなしいよね。まあ、業界の名門。そうそう、その通り。名門中の名門でしょう。S1 さん。亡くなったら終わってしまうぐらいのレベルの。まあそんなんですね。まあ楽しくいきましょう。皆さん、ナイスの方お願いします。そのプーさん、これ多分1500円とかか。多分。予習復習してらっしゃい。1500円とか2000円ぐらいじゃない？わかんない。まとめて買っちゃってるから。そうだね。ちょっと明日はちょっとね、なかなか放送できないかもしれないんだけど。すいませんね。しがるみついてるみたいで可愛い。プーさん可愛いよね。ゼロクル嫌いなんだ、ドーバは。そうそうそう、ドーバね、嫌いな放送を見るって自分にとって負担ストレスになるんだよ。そうそう、それが一番だと思うよ。俺やっぱ嫌いな人間とかリスナーさんと絡むとストレスになるからブロックするんだよね。何用に買った？これあれだよ、なっけ、ディズニー行った時に楽しむために。ディズニーで買った。まあその時をなかなか放送上ですることがないので。ストレスを抱えないね、放送をまあ心がけた方が、僕はまあいいと思うけど。香川、よっさん、ポニーや、よっさんも、まあそれぞれね、多分ブロックの対象者っていると思うんで。小悪魔ルシーいらっしゃいね。
まあ、わかんない。見てる放送のさ、配信者の悪口言われると嫌な気分するでしょ、みんなも。自分ら見てるのにって思うから、まあね、その、猫ちゃんいらっしゃい。やっぱ嫌な気分するよね、みんなも。自分が見に行ってる放送ってあるわけだから。その被り物絶対香川がいじる。いや、俺は別にこれ好きだもんだって。もう思い出でもあるんでね。ねましいらっしゃい。なんすかその可愛い物体。プーさん。あ、イラついたら、まあ、そこも噛みつかないでさ、予習服するじゃん。サヌいらっしゃい。バブラーダチいらっしゃい。プーさんの横のは草か？これか。草だな。草。葉っぱ？よっさんつまんない。毎年嫌われてる配信者ランキング。それ他もやってたよな。ランキングで、あの、アイテムを投げて、花火とかを投げてランキングに入れるってやつな。シューアイリーいらっしゃい。フレオーもいらっしゃいね。手のひら返し。じゃあね、でもそんなもんなんだよ。なんだろうな。やっぱさ、俺も人間だからさ、感情があるじゃん。チキンいらっしゃい。感情があって、その時その時で落ち込む時もあれば、やっぱりこうやってテンション上がる時もあるじゃん。それでテンションやっぱ下がってる時は嫌だから、自分らの思ってる優雅な破天荒を通るとか見れないから嫌な気持ちするんじゃないの。それで叩く人間がいるっていうだけでしょ。チャオズいらっしゃい。まあそういう人間はちゃあね、まあ基本的にいらないので、楽しみを共有できる人間だけが集まればいいんじゃない。そう、状況は変わるよ。いろいろ変わるよ。人生あればね、変わっていくと思うので、仕方ないこと。まあ、楽しんでいきましょう。ともゆきいらっしゃい。でね、今後なんだけど、まあちょっとね、今後のことについては、あさってぐらいに、火曜日、ちょっといろいろね、話していこうと思ってます。あさってぐらいにいろいろ話していこうと思うので、今後どういう配信をやっていくのか、ちょっと予定を決めながらね、やっていこうかと。長々ネタするのは、まあね、キリがよくやっぱりね、やるんだったらね、スパッとやってくれればいいけど、ネチ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 やるのは、多分、リスナーって共有してるから、ヒグマ先輩も俺の放送を見れば、金牌の放送、他の予算の放送とか見たりするでしょ。長々やられるとね、腹立つよね。こっちを取ります。あれです。重大発表。いや、今後の配信についてだな。来年度の配信について予定をまあ決めようかと、はい、思ってます。いろいろと。で、週末、基本的に週末は外配信をやっていこうかと。皆さんが見やすいようにね。週末は、毎週週末は、何かしら企画だったりとか、外配信だったりとかやっていこうかなと。まあ、そうする方が皆さんの見やすいと思うので、まあ、そういうのやっていこうと思ってます。まあ、雨の日ならばちょっとできないけど、中止になってしまって、ね、延期にして、ちょっと伸ばそうかなと。みんな俺を信じろいらっしゃい。ゆうがさんの欲しいものリスト、タバコはアマゾンないんだよ。行き当たりばったりのやつさ。初詣配信とかはね、どうだろうな、人が多いんでね、もしかしたらやるかもしれない。今日雨。明日がね、午前中までは雨なのかな。午前中までは雨で、午後が晴れなので、で、まぁ、ちょっと明日ちょっと俺忙しいんだよ。明日ちょっと忙しいので、明日はね、確か午前中のね、6時くらいまでが、夜中までが雨なのかな。夜中1時、2時くらいまで雨なので、で、朝方から晴れてくるので。そうだね。なんで、そう、役所とか行かなくちゃいけないから、明日役所行ったりとかして、支払うものを支払ったりとかしなくちゃいけないので、ちょっといろいろ大変なんですよね。年越しタラバ食っちゃうっけ？タラバガニ。まあ、一人だからね。一人なので、なんとも言えないよね。一人ぼっちなんで。あ、この間警察署行かなきゃいけないって言ったら、もう済んだ。プーさんつけたまま、初詣。いや、ちょっとそれは無理でしょ。これちょっと場違いでしょ、ネギ。